ありがとう整体の平野です。関節の靭帯が緩んでしまうという現象をね、5年前に見つけてから、これをね皆様に知らせるために、動画を撮らさせていただいています。この問題はね、他の動画にもいっぱい撮らさせていただいてるんですけども、もう一度、話させていただくと、関節の靭帯、これ脳の指令がですね間違って緩んだ状態のままをキープしてしまう。でも別の回路ではですね、脳はその体を守るために筋肉を緊張させたり、もしくはクッションをつける、脂肪をつけるというねことも行っているのかもしれません。とにかく体はね、こう不思議なことをね起こしてくれるんですけども、この関節の靭帯の緩みの原因の中にですね、強いストレス、強い悲しみ、悔しいだとかね、そういったこともねどうも入っているということが分かったというかね、そうではないかということが分かりました。いろいろ話を聞いていくと、その強い悲しみがあった時ぐらいから、なんかずっと調子が悪いというね、このある女性の方だったんですけども、明らかに靭帯の緩みがありました。で、いろいろ話を聞いていくと、出産かな、自分が生まれた時もあるんで、あと麻酔とかねこうしましたかっていうことを聞く中でですね、どうもそれがうまく当てはまらなかったので、お話を聞いていくとですね、半年ぐらい前かな、本当にこの肉親を亡くして、すごいね強い悲しみを、受けました。そのぐらいから、調子が体に悪くなってきたということでですね、もちろん、その悲しみの別の回路でね、体が調子悪くなったというのもあるんですけども、そのことによって、関節の靭帯が緩んでしまう、それを脳がキープしてしまう、治さない限り一生このまま行ってしまうとしたらですね、本当にこのもったいないなという気持ちで私はいます。ですから一旦緩んだねその靭帯、ネジが緩んだものをね締め直すことができる整体師の整体師です。ぜひね、全てがねこう解決できるわけではないんだけども、そういった部分はですね、なんとかお力になれるのではないかなというふうに考えています。いつもねご視聴どうもありがとうございます。